どうもフィッシャーズシルクです。久々にドッキリをしたいと思います。一回だけ出たことがある人物がいて、僕らの動画に、父クロード。今ね、下に母親はいるんですよ。お母さんって俺もなんか教育番組みたいなんで、いるかどうかを確認します。バーあれバーあれあーあれ、いつもなら反応するんだけどな。もしや動画慣れか。あ、目痛い。で、うちの父、すげえ怖いわけじゃないんですよ。本来はね、ちょっと特別な理由があるからこれなんですけど、髪染めんのもダメだし、ピアスとかもダメだし、まあ、タトゥーとかもダメだし、他人は他人、うちはうちみたいな。その親父が今日、家に帰ってくるんですけど、だいたいあと1時間後とかかな、に帰ってくるんですけど、うちの母と、あるバケモンが一緒にいたら、どんなリアクション取るか気になったので、ちょっとそれ見せますね。はい、こちら、ゴジラ。これゴジラです。これがリアルゴジラで、こっちなんですよね、買ったのは。まあ、こっち買えるわけないんだけどさ。ただの全身タイツじゃなくて、膨らむ方のやつですね。うわぁ。つなげると。そうすると風が出てるんですよ、今ね。くっさ！ブスすぎね。尻尾邪魔だな。まあ、こんな感じかな。指4本。優しくな。とりあえずなんとなくできた。ちょっと空気入れますね。あれ？それではね、一回下に降りましょうか。なんだこのゴジラの自撮り。それで驚かしく撮ってるでしょ。そうだよ。まだ帰ってこないっすね。あ、何分？1時間は帰ってこない。めんどくさ、待つの。ありがとう。さビニール臭。あっつい。スーツアクターの人ってマジ大変だな。ゴジラトイレ行った。待って、トイレ出てするんこれ。脱がなきゃ無理だっつってんじゃん。トイレしたい。 ここ穴開けたら、おしっこするための穴なんかゴジラ多分ないんだから。ゴジラおしっことか概念ない。アイドルと同じなんだから。普通にトイレするから一回止めるわ。ごめんね。汚ねえな、うんこしてる。お前汚い。流せよ先にゴジラの。すげえな、ゴジラがビデオカメラ持ってるの可愛いな。なんか迫力はないよ。卓木？お風呂入ろうかな。ゴジラお風呂、ゴジラお風呂入るから。いや、お風呂入って濡れるよって。だってゴジラってどっから出てくんの最初。知らね。海から出てくんね、ゴジラって。そう、ほんとバーって。それガメラじゃない、尻尾が出れてると。ゴジラのお風呂タイムだ。あったかい。あぁ、誰電気消したの。シャワー取れんて。取れた。よし。だから濡らすなっつっただろうよ。え、ボケ、このカス。めんどくさいことするな、このクソゴジラ。なあ、また入んじゃねえよ。そこだ、前の動き回るなよ。ほんとムカつくんだけど。あれ、どこ行った？はいはい、車庫に車入れております。おかえり。暗いな。ガーガーガー。驚いたわ。ボンベン出るかと思った今。腎臓飛び出るかと思った今。うわぁ、うるせぇんだよ。膨らむの自分で。うん。へぇー。あ、どうもどうも、お疲れ様です。はい、大丈夫です、どうぞ。わかりますよ、わかりました。はい、明日打ち合わせ。はい、申し訳ないんですけど。はい、わかりました。はい、いえいえ、とんでもないです。はい、よろしくお願いいたします。すみません、失礼します。あ、うるせえんだよ、もうびっくりね。カメラ止めらんねえ。俺撮られてたの。うん、嘘。あ、本当だ。動画見てくれてありがとう。説明欄の方にも Twitter、 まあ、これもあります。チャンネル登録よろしく。せーの、オー。